うちの場合はね、うちの場合はあのタレが売りなんですよね。なるほど。というかお好みでって、だから甘辛いタレ。タレが美味しいと強いですよね。安定しますからね、タレの味がね。塩をね、焼きたては塩が美味しいけど、はい、やっぱりお持ち帰りの場合はね、タレをおすすめするんですよ。塩が落ちちゃうから。あ、確かにテイクアウトで人気のあるお店ってタレ多いですね。そう、こっちの間にタレ粉がいいね。そうね、そういうの。あ、こっちはどうですか。あ、すみません、ちょっと炭からちょっと外れちゃった。ああ、こっちの方が、ああ、この辺ですね。そうですね、これは厚みのない子、真ん中が厚みがない、厚みがない、うん、厚みがない、タオルのことも申し訳ないね、何だタオルありますから、やっぱり、うん、ね、こういう大きいのしか作ってないんですか。機械ですか。機械、そうですね、まあ、基本業務用なので、はい、あのお店で使う用なので、まあ、ある程度の大きさにはなってきますね、うん、ネギマもいい感じの色になってきます、うん、ね、ネギもほら、ネギもほら、うん、焼きないと焦げないと、うん、ほらいい上がりでしょ。もう焼けてるんだけどさ、うん、焦げてない。そうですね、やっぱ炭の熱をダイレクトに受けてるので、うん、これは何ですか。テタン。あ、タン。タンですか。はい。牛タンですか。牛じゃない。豚。豚。あ、豚タン。これは白タン。うん。白タン。白タン。あ、ちょっと刺さらない。あ、あら、まとまってる。ねえ。全然そんなことないです。
したらどこがわかんないじゃん。いやいや、あのこっちがこっちがなんだっけ、すみなし、すみなし、真ん中すみなし、すみなしで、すみ下、すみ上、食べてみる、食べてみる、弟何かいいんですか。あ、どうぞどうぞ。食べますか。